こんにちは、ワインブックスの前部です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。今なんですが恵比寿に来ております。ワインチャンネルですからご存知かと思いますけれども、恵比寿にはですね、日本最大級のワインショップ、ワインマーケットパーティーさんがあります。なんと今からですね、ワインマーケットパーティーさんに独占取材を申し込みましてですね、店長さんと担当者の方と、それからなんとですね、社長さんとですね、対談をさせていただけるということですので、僕も以前からちょくちょく利用させてもらっていたんですけれども、そちらのお店を取材できるということですので、楽しみにしてまいりました。なかなかここまでの機会はないと思いますので、ぜひですね、しっかりと共有させていただきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。その…ここが急になんか全然門前なんか違いますよ。ここまで使ってる人が多いですね。いや、わかるなとか。ここまでがシャンパーニュ。これはお客様が普段入れない場所で。なるほど、ありがとうございます。貴重ですね。それではですね、今からですね、ワインショップパーティーさんにですね、お伺いさせていただきたいと思いますので、では、ついてきてください。ご協力します。ありがとうございます。こちらのお店の沼田店長にですね、このお店全体をですね、くまなくご紹介していただきたいと思いますので、沼田店長どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。この店ですね、どういったパートに分かれてるんでしょうか。全体的には2000種類以上のワインを保存して、世界各国のワインを売っているワインショップになります。だから入り口はやはり、ね、皆様気になるところではあると思いますので、入り口の壁側がですね、大体20メートルぐらい続いているんですけども、まずこちらのパートとしてはランキングで本当に月替わりで、でも忖度なくもう売れた本数ですね。本数ベースなんですね。本数ベースなんです。忖度ないということは、はい、店長さんが思い出があるからこれ1にしようと、はい、ってことはないよ。ないです。なるほど、はい、ここが、まあ、デイリーの棚にしてまして、やはりそのお客様が求める価格帯っていうのがやっぱり1000円台から2000円台中盤ぐらいまでっていうのがやはり一つ、まあ、そうですね、と求める価格帯では、デイリーで買われる方の求める価格帯ではあるので、2000円以下、税込みで2000円以下のワインをここに揃えてみました。そうですね、価格はすべて税込みなんですね。そうなんです。いやで、税抜きでやはり税込み価格がちっちゃく書いてあるとかあるんですけどうちはもう分かりやすくそんなことしないと、もう税込みでポワンと、なるほど、はい、ありがとうございます。揃えるようにしてまして、で2000円以下、フランスはもちろん人気のある国とかイタリアとかそういったところは多いんですけど、やっぱりそれ以外でもやっぱり美味しいもので2000円以下のものがあれば、どん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 ここをちょっと奪っていってみたいな感じで、スタッフとしてこう奪い合って24,200円以上買うと送料は無料なんですよ。22,000円とかになってしまった時になるほど、はい、ここの2000円以下のものでちょっと調整していただいたり、調整していただいたりとかっていう方も多いです、はい、そういう使い方もいいんだよということですね、はいはい。こちらの棚はですね、どのような棚になるんでしょうか。こちらの棚も入り口の付近にあるんですけども、よりどり2本で3,300円というコーナーがありまして、2本で3,300円ということは、じゃあ1本で1,650円ですよね。なるほど、はいはい、スパークリングワイン、白ワイン、赤ワインという形でさまざまな国のものを載せるようにしてます。なるほど。でもちろんランブルスクがあったり、プロセッコがあったり、カバがあったり、でクレマンドボルドがあったり、その時その時にしか入らないインポーターさんの終売商品でしたりとか、年号が変わるので、前の年号をちょっとこう引き取ってほしいとかあるじゃないですか。そう、まあ、中身の話なんですけど、多少安くするから。そうなんですよ。で、そういうところの商品をうまく扱いつつ、じゃあ、まあ、とりあえずは、はい、じゃあここの入られましたら左側の棚と、はい、このまず棚をまずは見ていただくのが最初はいいと思います。いいと思います。こちらは壁側でデイリーの棚のところから、この辺りですね、スパークリングワインのコーナーになります。なるほど。あ、はい、この一つの麺の棚ではありますけれども、はい、だけれどもいくつかのコーナーに分けてる。なるほど、はいはい、スパークリングワインのコーナーも、まあ、フランス、イタリア、まあ、ニューワールドはちょっと少なめになってしまうんですけど、面白いラインナップですから、はい、まあ、もちろんスペインのカバーもあれば、南アフリカのメドロキャップクラシックもあれば、さまざまなスパークリングを置いてる、はい、横がシャンパンなので、ここがもうスパークリングなので、シャンパンでも含めて、もう、ずっとここまでですね、が、シャンパンに。シャンパンに。なるほど。はい、だから、まあ、スパークリングワインとシャンパンのコーナーで、多分20何棚ぐらい、20棚ぐらいなんですけど、はい、棚一面が、税込み2000以下じゃないんだぞということですね。ありがとうございます。いきなり高くなってる。なるほど。そこだけ注意してもらいます。はい。ランキング、デイリーの2000以下の棚、スパークリングワイン棚からシャンパンの棚になるみたいな。
まあ、だからこの棚一つである程度ぐらいになったら分かるということですね。そうですね。でオーストラリアとニュージーランド、はい、こちらが南アフリカ、はい、でアメリカと、はい、そこにイタリアと、で、フランスと、でもまさにスペインと、ここでも本当に世界一のワインを扱っていると。そうですね、はい、基本的にこちらの表側の部屋の、広い部屋なんですけども、こちらはそうですね、まあ、物によるんですけども、2000円台から、まあ、5000円台ぐらいまで、なるほど、はい、をできるだけ揃えるようにしてまして。ワインさえ持ってるんですか？それは持ってます。何でも、何でもいいですよ。でも、はい、あんまりこう展示機を置けるお店っていうのは多くないじゃないですか、広さ的に。そうですね、この規模はなかなかないので、ヒロカムさんとかポルソさんにもお手伝いいただいて、セラーを展示機として置かせていただいて、うちのお店の特徴の、まあ、大きい特徴の一つとしては、ワイン用のグラスが揃っている。そうでしたっていうところ。これだけ、これだけワイングラスがたくさんあるのってなかなかないですよね。そうですね、ワインショップでも、これ裏側の話なんですけど、箱が大きいんですよ。200セットとかね、なるほど、仕入れると、はい、場所取りますね、取るんですよ、はい、なのであんまりワインショップさんに行って、まあ、リーデルだけ置いてあるとか、なんかロコンヤだけ置いてあるとかはあるんですけど、あんまり置きたくないかもしれないですね。そうなんですよ。なるほど。なのでワイングラスに特化して置いてあるお店っていうのがなかったんですよ。で、休業期間中に、まあ、いろんな東京都内のワインショップなり、ちょっとこう地方のワインショップにいろいろ巡ったんですけど、やはりこれだけワイングラスを置いてあるお店っていうのがなかったので、はい、で定番の人気商品で、私がいつも手土産で持っていくものとすれば、これ天使のミックスナッツって言って、白トリュフの風味のミックスナッツなんですけど、いいですね。でこれ本当にちょっと何か作ってなきゃいけない時に、はい、木のお酒とかにカラカラと前に置いておけば、はい、もう喜んでくれますよね、喜んで食べて、はい、待ってくれる。なるほど、はい、でこれだと常温で持ち運びますし、うん、軽いですし、なるほど、皆さんに配る、配りやすいし、手土産もできるし、なるほど、というところでも、はい、まあ、ちょっと大人のミックスナッツ。なるほど、はい、私がいつもピノノワール、はい、ね、やっぱ人気あるじゃないですか、はい、ピノノワールと合わせるときに、はい、いつもやるのが、はい、要は鶏のささみと大葉とワイン肉の焼き鳥なんですけど、うんうんうん、いいですよね、いいですよね、はい、でも家で作るの面倒くさいなと思って、うん、なんかそれに準じたなんかこうおつまみないかなって思った時に、はい、梅醤油ラスクっていうのを作ってもらいまして、なるほど、はい、はい、ちょっと酸っぱい梅干しのラスク、ちょっと焦がし醤油とかですね、なるほど、あるラスクなんですけど、じゃあピノワールのために作った、はい、そうなんです、なるほど。あとは最近なんか流行りは柚子塩、はい、ゆで塩、はい、はい、なんかソービニョンブランとかね、あ、飲むときに、じゃこれひょっとしてワインの特定のこのワインだったりブドウだったりとかに合わせたものということの、そういうものもあるということですね。そういうものも多いということですね、はい、はい、チーズのコーナーは本当に美味しいヨーロッパのチーズ、あとは今すごく力入れてるのは国産のチーズですね。あー、はい、頑張ってますよね、本当にすごく頑張ってます、国産のチーズがどん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 すごく力が入ってるという、そう、日本はワインもすごく今伸び盛りだと思いますけれども、ね、はい、やっぱりこういう一つ一つのこのプロダクトのレベルがどんどん上がってるんですよね。上がってますね、本当に上がってますよね、はい、毎週月曜日と火曜日にブランドテイスティングをやってまして、3種類で1100円、いい、なるほど、はい、相当ですね、で 50ml ずつ注いで、はい、で3種類で1100円、国と地方と、品種と年号とアルコール度数を書いていただいて、で予想していただいて、はい、投函していただくと、火曜日の夜の8時40分ぐらいに、はい、インスタグラムとフェイスブックで答えを出すんです、はい、なるほどね、トップの5人の方には、はい、1100円いただいて、はい、トップの5人の方にはポイントをちょっと、なるほど、なるほど、はい、なるほど、という形で、はい、ワインのテイスティング今盛り上がってますからね、盛り上がってますね、ぜひ今81回目なんで、目標は100回で100名来ていただくのが目標なので、なるほど、はい、今だいたいマックス96なんですけど、あ、もうずっとそこね、ワインブックスが協力しました、はい、なるほど、ぜひブラインドテイスティング頑張りたい方はですね、パーティーさんに来てください、よろしくお願いします。このですね、はい、一角だけですね、ちょっとなんか雰囲気が違いますけれども、そうなんです、こちらから先はどなたでも入りますので、全然関係なく入っていただいて困らないですが、雰囲気が違うけれども誰でも入れるよ、はい、入れます、はい、で表の部屋がだいたい2000円台から3000円台
だとして、こちらの奥の部屋は大体5000円からとか、まあ5000円以上の、5000円からいくらですか。どうですかね、3,40万。3,40万、まあね、高いのはね、ありますけど、はい、まあ50万とかありますけど、はい、うちの力が入ってるというか、やっぱりお子さんが求めているあの国っていうのが、やっぱりフランス、イタリア、アメリカなんですよ。まあ、まあ、しょうがないですね。ここの牙城をこう、はい、他の国がどう崩していくかみたいなところではあると思うんですけど、やっぱりここの産業が強いので、皆さんなんか開けづらくてこうこのドアがあるままこう見てる方多いんですけど、あの、はい、開けていただいて開けて大丈夫なんだ。大丈夫です。なんか開けたら急になんかサイサイが飛んできてる大丈夫ですか、なんか何やってるんですかみたいな言われたりとかないですね。ないですね。なるほど、はい、なので、うん、もう見たければあの少し開いていただいて、まあ他にねお客様にいたらそっちも気にしていただいてはい、開いて見ていただければと思います。こっちの壁側の、ほぼこの一列以外は、はい、イタリアのスペインワインのコーナーになってまして、あ、なるほど、はい、さすが、まあ、そうですね、ここにはね、あの20万ぐらいのメリコとか、はい、はい、なんかこう、マルケス・エムネタのガス湯上げとか、はい、みたいなものも置いてます。なるほど、はい、なんかここが急になんか全然門がなんか違いますよ。そうなんです。皆さん、ここから先に、バリアになってるみたいで、ここにバリア見えます僕やっぱり、なんか入るとなんかちょっとなんかかわされるんじゃないかなとかちょっと担当の方が3人ぐらいなんかちょっと周りにちょっとなんか囲っちゃうんじゃないですか、皆さんなんかここまで来て、この看板まで読んで、帰っちゃうんですよ。いや気持ちは分かりますよ。それがすごいもったいない、はい、なるほど。じゃあ行きましょう。フランス愛専門店のお店でして、はい、まあ、別ブランドということでしょうか。そうですね、なるほど、会社一緒なんですけど、はい、あのブランドがちょっと変わってくるっていう、おそらくフランスワインだけのお店としては日本で多分一番大きいものです。おー、なるほど、はい、あ、でもこの大きさそうかもしれないですね。基本的に1000種類ぐらいのワインが上場に至って、で毎月100種類ずつぐらい入って入荷するんですよ。フランスにうちのスタッフが出張に行って買い付けるっていう、はい、ので他のお店にないものも、ね、なるほど、まあ、例えばジュラ、サボア、ブロンバース、で南西地方で例えばジュラアンソンとか、ギルレンとか、なんかちょっと座学では勉強したの、見たことないっていう、そう、飲んでないとかっていう、はい、あのフランスの各地のワインもあの多数揃えてして、高級ワインばっかりっていうのではないです。なるほど、なるほど、はい、フランスワインを専門で、なるほど、はいはい、フランス全土のワインを、あの取り揃えて、その季節にどんどん変わっていく。で毎月1日お休みを、どっかの月曜日になるんですけど、お休みいただいて、そこが搬入で、みんなで休んでるわけじゃないぞということですね。もう搬入して、なるほど、うん、ガッツリやってるんで、こっちの手前の部屋は、大体2500円から、まあ、5000円ぐらいまでのワインですかね。なんかじゃあ、はい、そこまでではないわけですね。そうなんです、的には。はい、が置いてまして、でシャンパンは、まあ、レコルタン・マリクラとか、まあ、小さなセッター車のシャンパンを主体にして、手前の部屋は大体1万円ぐらいまでのシャンパンを揃えてます。なるほど、あ、じゃあ結構お値打ちなワインなんかもあったりとか。あります。なるほど、はい、プロバンスのカシーっていうワインみたいな時に、あのカシーも今の季節は夏なんで、カシー探そうと思ってないですよね。そうなんですよ。で結局そのどこで買えるのかってなった時に、やっぱり実店舗があって、やっぱり買える場所みたいなのもそんなに多くないので。なるほど、はい、そういうことなんですね。そういうものもあるかなと思います。でバンドールとか、バンドールとか、だからそういうその、座学では知っているんだけれども実際に見たことないっていうワインがここでは実際に手に取ってたりする。できますね。なるほど、コトーシャンプランとか。コトーシャンプラン、はい、まあ、あれしかもこれコトーシャンプランシャルドネのコトーシャンプランなんで、なのでもちろんピノノワールのコトーシャンプランとかも、あの入ってきて、あのどん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 入れ替えますけど、これシャルドネのコトーシャンプラン、はい、ちょっとワイン好きは心くすぐられますね。僕はコトーシャンプランはくすぐられますね。はい、またこの中がすごいですね。より一層ちょっと僕なんか入って大丈夫なんですか。なんか大丈夫です、はい、であの空調機器に関しては大体14度とかの設定になってます。なので
長居する方はちょっと1枚羽織ってきた。結構ひんやりしますね。これ夏なんですけど、はい、全然夏の感じじゃないですよ。そうです、はい、で隣も結構広い箱なんですけど、表側がだいたい17度から18度ぐらいになってまして、でセラが13度とか14度ぐらいになってるんで、だから夏でも1枚羽織れる長袖みたいなのを持ってきた方が、うん、テイスティングバーもそうなんですよ。うちのテイスティングバーも大体17、18度でずっとテイスティングすることになるので結構涼しいですね。そうなんです、はい、ちょっと涼しいんですよ、うん、奥の部屋なんですけど、基本的にはまあ本当にこう5000円以上のもの、1万円以上のものとか、まあ本当に高いのは飲まれなくてもそうだったりとかなんですけど、そういったものが揃ってます。で、古めのバックヴィンテージももちろんありますし、でフランスから直で輸入しているので、新しいヴィンテージのものだけではなくて全て直輸入なんですね。そうですね、はい、ほぼ 99.9% 直輸入になるんですね、うんうん、気軽になんかこうワインのこと聞けるソムリエさんを右腕にしてる持ってる人って少ないじゃないですか。まあ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 、はい、だと思いますね、はい、会えるじゃないですか、まあ、なるほど、我々、はい、なのでなんかショップに行って、うん、なんか自分の下に近いソムリエさんとか、うん、なんか勧めてもらって、うん、打率大体8割ぐらい美味しいソムリエさんとかを、うん、なんか見つけとくとなんかいいかなと思うんですけど、ソムリエの8割待ったら、はい、なるほど、ちょっと、うん、こういう商品が欲しいんだけどって言って、やっぱりなんかそれで、自分の好みと合わないものを勧めてきたソムリエさんがもしいたとしても、うん、次行った時は別のソムリエさんに声かけるとか、うん、なるほど、はい、それ前声かけられたソムリエさんにショックだと思います、ね、ちょっとショックだと思うんですけど、でもやっぱそこはね、俺じゃないんだみたいな、そこはもうプロなんでね。そうなるほど。でもまあもう一回選ばせてくださいっていけるかいや、そうですね、それ自分がいける人なかなか偉いですよ、その人は、ね、相当偉いと思いますけども、ね、この真ん中の島というか、入り口こっちのセラーの方入ってるから島が、こっちがブルゴーニュの白で、はい、奥側がブルゴーニュの赤になってます、はい、で若い年号から古い年号に、はい、奥に行くほどに古くなっていくっていうですね、なんか拝見すると、まあはい、そのベルゴーニュの中にも名城地のワインに、はい、集中しているのかというそういうわけではなさそうです、ね、ではないですね、はいはい、マルサネだったりですとかサンドマンだったりですとかちょっと外れた地域なんかもそうですね、はいはい、まあ、メルケンとかね、はい、そうです ね、はい、ありますね。こちらの、まあ、木箱に積んで壁側に置いてあるところも、ベルゴーニュなんです。なるほど。なのでまあ、ある程度そもそも量が多いですね。ちなみにそのお店全体でルゴーニュワインの売り上げの比率ってどれぐらいなんですか。どれぐらいなんですかね。でも3割ぐらいあるんじゃないですか。これだけ国と地域がある中でやっぱルゴーニュだけで3割量なんですね。うん、だと思います。まあ、僕ももうちょっと調べないといけないですけど、一番奥側の島が、はい、ボルドーになってました。はいはい、やっぱりボルド、ブルゴーニュとかはやっぱりシャンパンが三大のそうですね、はい、フランスワインで、まあ、ボルドも、もっと古いものだったり、まあ、96年とか、はい、こっち後ろがもうちょっと古いものなんですけど、55年とか、はい、56年とか、うん、なるほど、まあ、ちょっとこうラベルもね、はい、ちょうどいいぐらいになってますけど、はい、これ、はい、あれですね、やっぱりここまでこだわってフランスワインというか、はい、どの需要のお客さんにもこだわってやろうっていうのってなんか意地ですか。いや意地というか何ですかね。まあこちらのラミネの方は、まあ、古くから、まあ、このガードプレスをオープンした時に、うん、ファーブ対応版としてですよ、ね、はい、して、で、その後フランスワイン専門店のラビネという形になっているので、うん、フランスとのつながりがすごく深いので、もともとがもともとが、なるほど、はい、なのでそこのフランスとのコネクションだったりとか、うん、そういったものを守っているような感じになります。なるほど、はい、あとフランスの文化をちゃんとしっかり伝えていくっていうところがコンセプトになってますので、なるほど、はい、やっぱりその皆さんが、まあ、忘れた頃にもう一回勉強し直そうかなと思った時に、うん、やっぱりそのあるお店、うん、はい、なんかさっきのカチーとかもそうですけど、うん、やっぱりそのミュスカドカップドコルスとか、ミュスカドキャップコルスあるんですね。だからそういう商品とかも、
やっぱりなんかパトリモニオなり、ね、なんかアジャクシオなりとかって、はい、なきゃいけないけど、はい、あっても売れないんだよなみたいな、そうですね、ところも、はい、あのその定期的に備えていくっていう、はいはい、ミスカリキャップコレス買う人どうでしょうなんですかね、はい、ワインルックス、まあ、ライブ配信とかするときあるんですけど、はい、もうその時にねパーティーさんの、はい店長さんの話、はい、多分沼田さんのことだと思うんですけどたまに出てくるんですよ怖いですね狭いですねガミーが好きっていうのは沼田店長ですよねそれ話を聞かせていただいてもいいですか、いやまあこれはね、どのブドウの品種が好きとかっていう話だと、まあ、変な話なんですけど、僕がさっきピノノワールあんま好きじゃないですって言ったじゃないですか、はい、でその昔、多分ね、2009年と10年だと思うんですよね、2009年のピノノワールブルゴーニュ出ました、はい、2010年のブルゴーニュ出ましたっていう時に、はいはい、あの僕はどう考えても、はい、暖かい年の2009年の、はい、分かりやすいピノノワールの方が好みだったんですよ、はい、で、まあ元々ね下がニューワールドなんで叩き込まれたのがニューワールドだったんであのこっちの2009年の方が美味しいじゃんみたいな話してたら、横からすごいなんかブルゴーニュ畑でずっと来た人が本当のブルゴーニュ好きは2009年なんで褒めるって全員同じ味するみたいな言う人いるかもな言う人いるかも言ったんですよ、でうわーみたいな、別にピノノワールそんな好きじゃないしみたいな俺がガメ好きですみたいなところから始まって、そっから自称ガメ大使として、もうそんなの画面大使ですよ。あの多分東京ナンバーワンの画面大使ですよ。もっとねカメラの人たちいるんで。画面やってはい。ワンショットパーティーの、広報の、方にですね、バックヤードを簡単にですね見せていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ではお願いいたします。これはお客様が普段入れない場所で。なるほど。ありがとうございます。貴重ですね。スペースになりまして、はい、主に EC サイトだったりとか、あとは、まあ、店舗の経理業務だったりとか、恵比寿ワインマートオンラインという EC サイトを私たちやっている、オンラインショップをやっているので、そちらの処理だったりとかっていうところをやっているスタッフたちが働いているバックオフィスになります。スタッフさんは、はい、全部で何名様ぐらいおられるんでしょうか？そうですね、ラビネも合わせると、何名ぐらいだろう、30名は、50名いらっしゃいます結構な大所帯なんですね。そうですね、はい、こちらがちょっとここはまたちょっと雰囲気が変わりますね、なんかなんですけれど、まあ、ワインマーケットパーティーの先ほど沼田店長がご紹介してくれていたラビネというフランスワイン専門店のに出てる商品の倉庫になります。これもすっごいですね。かなり裏側なので貴重なワインたちが眠っている場所になります。それではなんとですね、こちらのワインマーケットパーティーさんの社長さんにですねご出演いただきまして、いろいろですね、はい、深掘りをさせていただきたいと思っております、はい、五十嵐社長と、はい、よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。五十嵐社長、はい、ワインルックスのご出演は初めてかと思いますので、はい、もしよろしければ簡単にですね、はい、自己紹介をお願いいたします、はい、ワインマーケットパーティーをですね運営しております株式会社恵比寿ワインマートの代表取締役社長を務めております五十嵐裕介と申します。よろしくお願いいたします。この、はい、お店さんなんですけれども、なんか聞くところによると、まあ、お店、はい、お店の立地からもそうなんですけども、札幌ビールの子会社ということになるんでしょうか？そうなんですよ。もともとですね、恵比寿ガーデンプレイスっていうこの場所、もともと恵比寿のですね、ビール工場だったんですよね、はい。札幌ビールのビール工場だった跡地に、この恵比寿ガーデンプレイスっていうのを札幌ビール社が作ったんですけども、まあ、その時に、立ち上げたワインショップですね、まあ、子会社として、ワインの小売部門、輸入小売部門を作ろうということで立ち上げたのが、恵比寿ワインマートという会社で、こちらにもうだから94年に開業したので、お店としてはもう30周年。なるほど。僕がワインを勉強し始めた頃、はい、もうすでにあったんですね。じゃあその頃から、例えばカーブ台湾だったりですとか、はい、名称が変更したりとか、はい、改装されたりとかというのはあったんですが、まあ、当初からその会社の、うん、この形態というのは変わらずに
ここまで来てるっていうことでしょうか。そうですね。ワインマーケットパーティーっていうお店はもう名前も変わらず、改装は何回かしてるんですけれども、変わらず30年続いてまして、で、もう一軒、カーブ台湾でね、もともとはその台湾ロブションってレストランが恵比寿ガーデンプレイス開業したので、そのまあワイン小売部門としてできたのがまあカーブ台湾だったんですけど、そちらも合わせて、一緒に経営しておりまして、で、カーブ台湾は今ラビネというお店に変わって、なるほどね、はい、そのラビネというのはこの、ワインマーケットパーティーさんとは別ブランドということですよね、別ブランドですね。ラビネは弊社で自社輸入したフランスワインだけを取り扱っているワインショップで、この恵比寿 のワインマーケットパーティーのお隣に併設されている店舗と、あと虎ノ門ヒルズの、ビジネスタワー、はい、もうねワインブックスで、はい、訪問していただいてましたけど、はいはい、やらせていただきました、はいはい、井原社長が、はい、こちらの社長に就任をされて、はい、まだ日が浅いということでお伺いいたしました。そうですね、私は社長になったのはまだこの4月ですので、はい、もう本当にまだ数ヶ月ということですね。はい、どういったいきさつで、こちらの、社長に就任をされたのでしょうか。私はですね、もともと札幌ビールの社員だった時期もあったんですよ。96年に札幌ビールに入社して、新卒で入社して、それから13年ほど札幌ビールに勤務してたんですけども、1回退職をしまして、その後外資系の企業ですね、イタリアの会社に旗で働いたりとか、その後インポーター2社ほど経て、今回ですね、ちょっとこの恵比寿ワインマートという会社を、もう少し大きく発展させていこうということで、札幌ビールの、かつての先輩から、誘いをいただきまして、もう1回戻ってきて、ここやらないかということで話をいただいて、で、昨年戻ってまいりまして、あ、なるほど、役員として戻ってきて1年経って、社長に就任したというような流れになってます。初めてこちらに、はい、取材の依頼で来させていただいた時に、井原社長を お見かけした時に、どこかで見たことある人だなと思ってたんですよ、はい、この人ですよね。ワインの開け方の動画でね、はい、ワインの開け方で検索をしていただくと、はい、一番ですね、再生数があるワインの開け方の動画でご説明をされてらっしゃってたということで、はい、そうなんですよね、もうあれ撮ったら多分 7,8 年前だと思うんですけれども、前職はフィラリスっていうインポーターに、はい、8年9年ぐらいですかね、勤めておりまして、その時にフィラリスワインクラブっていう EC サイトを、はい、私自分で立ち上げて運営してたので、その時に動画結構撮って、ワインの説明、一本一本の説明の動画であったりとか、あとはそのワインの開け方だったりとか、コルクが折れちゃった時どうするのか、そういう動画いろいろ撮って載せてましたね。EC サイトを、はい、ゼロから、最初から立ち上げたということなんですけども、でも最初はもうあんまり売り上げもちょこちょこみたいな形で。いや、全然なかったですよ。最初の1ヶ月なんて本当に、売り上げ6万円とかだったと思います。それ相当ですね、本当にだからもう私 の知り合いが買ってくださっただけみたいな、誰も知らないですからね、いきなり立ち上げても、はい、このこちらのお店って、規模的にも、はい、それから影響力というかですね、認知度的にも、おそらく日本最大級のワインショップだと思うんですよ。そうですね、我々も最大級という言い方をさせてはいただいてまして、こちらの今ワインマーケットパーティーでワインだけで大体2000種類ぐらいありまして、併設のラビネにも2500とかぐらいはあると思うんですね、そうすると、トータルでこのお店の中だけで4500、5000種類ぐらいのワインがあるので、それはおそらく日本で最大級になるんじゃないかなとは思います、ただそこさすがにどこね、やっぱり全部のお店様の本数を、ね、数えるわけではないので、知り得ませんしね、分からないので、最大9だろうということで最大9と言わせてはいただきます。僕もいろいろ拝見させていただいておりますが、はい、間違いなく僕も最大9だと思います。 ありがとうございます。もう、ね、たくさんもうお店見てらっしゃるから、はい、このお店さんのすごいところがやっぱり歴史も伝統もあるから、あまり、日本に本格的なワインショップがこういったワインショップがなかった頃からやられてらっしゃるということで、やっぱり認知度も抜群だと思うんですよ、で、僕が五十嵐社長の立場だったら、あるいは株主の立場だったら、この認知度だったりだとかこの規模を利用して、例えば支店をいくつか設けて、もっとスケールしようよっていうふうに思うのが社長の人情なのかなとは思うんですけども、そのあたりはどうなんでしょうか。僕はね、どちらかというと逆ですね。やっぱりワインショップって必ずしもどこでも手に入るものをいろんなところで買えるってことがいいと思わないんですよね。それよりは、やっぱり希少なワインであったりとか本当にいいワインって生産量少ないじゃないですか。例えば今ここのお店でなんとか、36本買い付けられた素晴らしいワインがありますよと、
まあ、貴重なワインがありますよと。まあ、ここ1点だから36本で、ね、36本販売できますけれども、それが10点になってしまったら、1点あたり3本しか手に入らなくなってしまうんですよ。それがどん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 増えてしまったら、まあ、結局だから、たくさんお店があればあるほど、お店の品揃えってこう平準化していかなきゃいけなくなるんだと思うんですよね。なんかどこのお店に行っても同じものがちゃんと手に入るように、 そのお店の全部の棚がちゃんと埋まるようにしないといけないので、そうするとやっぱり品揃えとしては、まあ、どちらかというと、まあ、大量生産品になっていくっていうのがあるので、まあ、我々はやっぱり本当に面白いワインとかいいワインをお客様にしっかり紹介したいので、お店をどん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 増やしてっていうことをまあ全く考えていないですね。あ、はい、そうですね。本当に先鋭化されたワインを扱うお店さんということになってくると、まあ、スケールとはちょっと折り合いがあまり良くないかもしれないですね。そうですね。私はそう思いますね。この品揃えってプロフェッショナルの方で見ていただければ分かると思うんですけど、我々自信持ってますけど、相当面白い品揃えになってるとは思うんですよね。いや、本当にそう思いました。取材させていただいて、ありとあらゆる層のお客様にお答えできるように、お客様がいらっしゃってそのリクエストに答えられなかった場合に、多分その次回以降絶対それ準備されるされて、そうやって経験を積み重ねていったのかなと思ったんですけども、そうですね、やっぱり我々は今この2000種類のワインを取り扱うのに、やっぱりバイヤーが何人もいるんですよ、もうたくさんのバイヤーで、まあ、国ごとに担当したりですとか、フランスなんかはもう地域が多いので、地域で分けて複数で担当しているんですよね。だからそうすると、まあ、みんな各地域のバイヤーはその地域のプロフェッショナルになっているので、まあ、できるだけやっぱり面白いワイン、その土地の品種特性だったりとか土地の特徴がしっかり出ている、本当にこうスタンダードなベーシックなもの、味わいのものも揃えながら、やっぱりマニアックなものもちゃんと取り揃えていくっていう、だから入り口も広く奥行きも深くっていう品揃えができるので、まあ、それがやっぱりこの店の、そこなんですよ。本当にだから入り口部分は左側の棚に、まあ、入門編的なワインがバーッと並んでいながらも、奥に行けば奥に行くほど通の方というか、プロの方でも見て喜んでいただいてご購入いただける、そういう、まあ、あらゆる層に、まあ、刺さるように、もう全部の層を、ターゲットにしているというか、そのようなイメージがあるのですが、そうですね、もう全てのワイン好きの方を、まあ、本当に、まあ、ターゲットというかお客様として考えてます、その上でですね、2店舗、まあ、言うても2店舗しかないというふうな言い方を、まあ、もできると思うのですけれども、はい、その中でじゃ進化させていくというか、はい、正直現状ワインの消費量って今下がってるじゃないですか、若者のアルコール離れだったりですとか、そういった中にもありますが、ただ一方でブラインドテイスティングが盛り上がっていたりだとか、あるいは個別ではなんか盛り上がりを見せている分野があったりとかするのですが、はい、この現状のワインマーケットですよね、ワイン市場、どのように今分析されておられますでしょうか。そうですね、僕はまだまだ拡大のポテンシャルが全然あると思っていて、まあ、今人口1人当たりのワイン消費量って、まあ、ずっと年間4本ぐらいじゃないですか。それがもうこのどうだろう、もう20年以上で4本以上5本になったことってないんですよね。だから結局まだ年に4本しか飲んでないっていうので、まあ、まあ最近ちょっと廃れましたけどヌーボー飲んで、クリスマスにスパークリングワイン飲んで、あとまあお誕生日2回ぐらい飲んでとかで終わっちゃう。でもこれがまあやっぱ毎週1回でもワイン飲んでいただける、まあ、それが月に1回飲んでいただけるようになっただけでもう 12本なので3倍になるんですよ、マーケット。でそれがもし週に1本皆さんが飲むような文化が定着すれば、もう別にもう10倍とかね、そのぐらいの規模になっていくので、まだまだ全然ワインがこれから伸びていくポテンシャルっていうのはあると思うので、それに向けてやっぱりちゃんとこうワインのある生活全体をやっぱご提案していくというか、だからやっぱりワインマーケットパーティーはワインだけじゃなくて食品もありますし、ワイングラスもものすごい品揃えたくさんありますし、雑貨もいろいろありますし、トータルでやっぱりワインのある食卓っていうところをちゃんとより面白く提案できるようなお店にしたいなと思ってますね。はい、まあでもそうですね、やっぱり正直日本のワイン業界って日常生活に溶け込んでるかって言ったら溶け込んでないし、そうですね、まだ溶け込んでないですね、だってこれだけ経ってもずっと僕たち言い続けているんですけれども、でも全然溶け肉じゃがにワイン合わせるっていう家庭も少ないだろうし、そういうところに活路があるのかもしれないですけれども、まあ、でも最近結構ねお寿司屋さんなんかでもワイン
ね、取り揃えてるとこ増えましたし、和食店でもやっぱりワインとのペアリングとかねあるとこもだんだん増えてきてるので、この、収録なんですけれども、はい、テイク2なんですよ。そうなんですよね、はい、1回目、撮らせていただいて、それがちょっとどうしてもね、ちょっと品質的にちょっとなかなか僕のミスでですね、うまくいかなかったので、それで、なんとですね、日本最大級のワインショップの社長さんを2日間も引っ張り出したと。本当に申し訳ございません。全然大丈夫です。はい、では、最後にですね、はい、2つ、五十嵐社長に、はい、まあ、改めてお伺いさせていただきたいのですが、もう、はい、日本最大級のワインショップだと僕も思いますが、はい、このワインショップをですね、どのように発展させていきたいのか、どのような方に向けて愛されるお店にして、はい、していきたいのか、はい、これを改めてお伺いさせていただきたいと思います。そうですね、まあ、ワインマーケットパーティー、まあ、先ほどからもねお話しさせていただいてるんですけども、ワインの入り口にもなるし、そこから先のこうもうね奥深いね奥深いこうもうワインの迷宮とかね、沼の一番底の底までずっと全部楽しんでいただけるようなお店なので、まあ、まずはやっぱりですね、入り口でこれからワイン飲み始めようとか今興味持ったなっていう方たちにお越しいただいて、もう最初にこうワインに触れる場になってほしいなと思うんですね。でここにはテイスティングバーもあって、毎日20種類ぐらいのワインをグラスで楽しんでいただけますし、毎月のようにこういろんなイベントやってるんですよ。そうすると、まあ、そこに集まるワイン好きの人と交流もできるんですよね。だからそういう場として、やっぱりワインを楽しむ場としても発展していきたいなというふうに思ってます。やっぱり我々今自分たちのこうビジョンとしては、人をやっぱりつなげるとか、だからつながるとか、そういうところを大事にしていきたいなというふうに掲げてて、そういうもうワインショップってただのお店ではなくて、まあ、ワイン好きがいろいろなコミュニケーションができる、まあ、生産者ともコミュニケーションができる、ワイン好き同士でもコミュニケーションができる、そういう場として発展させていきたいなと思っています。本当になんかコツコツとした努力されてますよね。そうですね、まあ今まで我々もワイン業界ね長く見てますけど、やっぱりこう一気にブレイクするときってすぐしぼんじゃうじゃないですか。何回かありましたね。何回かありましたけども、はい、やっぱだから地道に地道にちゃんとワインをしっかり皆さんにお伝えしていかないと、まあ、最終的には伸びてはいて、ワイン市場って大きくなっていかないんだろうなと思いますし、ワイン好きの方も増えていかないんだろうなと思うから、うん、まあもうそこは地道にやっていくしかないと思ってます。どうでしょう、はい、この、はい、ワインマーケットパーティーさんが、キャリアの最後とお考えなんですか。そうですね、まあ、会社勤めとしては、まあ、おそらく最後になるのかなと思いますけれどもね、うんうん、はい、そう、会社勤めということで、じゃあちょっとなんかいや、もうまあまあ、いずれはやっぱり自分でもね、お店やってみたいなと思ってますし、はい、まあ、夢ですよね。そうですね、まあ、もう全然ちっちゃなお店です、はい、最大級のお店をやりたいとは思わないですけど、もう本当に地元とかでね、町場に小さなワインショップで、まあ、ワインバーついてるワインショップでも作って、うん、そこで自分の好きな音楽でもかけてね、かっこいいや、いいや、地道ね、なんかお客さんと喋ってるみたいな、うんうんうん、それは自分の夢ですけどね。ちょっと今うるっときましたね、はい、なんかぜひですね、もうその時には取材をさせていただきたいと思いますので、はい、ありがとうございます、はい、じゃあですね、最後にですね、はい、ワインブックス、多くのワインファンがこの動画を見てくださると思います、はいはい、ワインブックスの視聴者さんに向けてですね、何か一言あればお願いいたします、はい、ワインブックスをご覧の皆さん、ワインマーケットパーティー社長の五十嵐でございます。まあ、お店にね、ぜひ遊びに来て、気軽に遊びに来て、いろんなワイン飲んでいただきたいなというふうに思うのと、やっぱワインはいろんな知識を知れば知るほどもっともっと面白くなっていくものだと思いますので、ぜひいろんなワインに興味を持っていただいて、体験をね増やすっていうことが、ワインの楽しさをよりどん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 深めていくので、もう1本でも多くのいろんなワインを楽しんでいただければなと思います。その時はぜひワインマーケットパーティーにお越しください。僕ですね、このお店、はい、結構深くまで取材させていただいて、本当にね、どのまあ、フェーズのお客様にも刺さるようになっています、はい、それだけ奥の深さと幅の広さがあるお店なので、自信を持っておすすめできるワインショップですので、はい、この動画を見てくださって、ちょっとですね、気になった方はですね、ぜひ訪れていただければと思います。ぜひお越しください。はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。